さあ、本日も参りましょう。ミスター部首相の戦国回し。本日は、麒麟が来る補足解説小田バーサス六角、観音事情の戦い編速攻撃破さあ、やっていきましょう。観音事情の戦い、あっ という間にキリンが来るではね、終わってしまいましたよね。おいおいおい、せっかくの戦いをね、こんなあっさり終わらすんじゃないよと。まあね、いろいろ事情はあると思いますけどね。この戦いも面白いんでね、ぜひちょっとね、ここを、えー、深くね、掘り下げていきたいと思います。はい、ぜひね、皆さん、こちらもね、見ていただいた上で、大河ドラマを見るとね、より面白くなると思いますので、ぜひ、戦国話もね、大河ドラマと合わせてチェックしてください。それでは参りましょう。織田バーサス六角、観音児の戦いでございます。えー、もうドラマの中ではね、六角がね、まずは当面の敵だと。 でも、今井早急とね、約束を果たせば、とりあえず三好と六角の連携は切れるから、六角なんて楽勝でしょうっていう話になってまして、まあ、実際、まあ楽勝でポン行っちゃったんですけど、一応このね、戦いにもね、それなりのドラマがね、あったわけでございます。はい。六角氏のね、当初は六角上帝でございますね。六角良し方とも言います。六角上帝は、 琵琶湖の南岸ですね。琵琶湖の南あたりを収めている守護大名でございます。六角氏はね、もともとは京極市とか、まあそういうところの流れを組んでるんですけど、まあ大人の乱あたりから結構東角を表してきまして、え、大海の守護大名になっておりました。ただ、えー、この大江の北側の方は浅井長政ですね。浅井にちょっともう、あの、もともとはね、浅井の方が格下だったんだけど、ちょっと浅井長政がね、バーッと出てきてしまって、えー、北大江の方は浅井長政が抑えているという状況でございます。ドラマでは、信長はもう、 いきなり六角攻めるぞって話になってましたけど、実際の史実では、信長は六角上帝を説得しようと思ってたんですね。六角社はね、元々は義明にも協力してましたので、いや、今回もね、義明さん上洛させるから手伝ってくれよということをね、言いに行ってたわけですね。はい。信長は浅井長政に挨拶した後、沢山城ですね、ビアコン近くにあるね、沢山城。これ後にあの石田光成のお城になりますけど、その沢山城へ入って、そこでなんと一週間もですね、滞在して、その間、 六角氏を説得し続けてました。死者を送ってね、味方してくれて。そして、もし味方してくれて、我々が無事ね、上洛して、吉昭様を将軍することができたら、あなたを京都諸市大に任命します、とまで言ってるんですね。京都諸市大っていうのは、まあ、簡単に言うと京都の、えー、治安維持とかを任せる、まあ、京都府知事みたいな感じですね。京都諸市大というのね、えー、任命するから、ぜひ味方してほしい、ということを言っていたわけです。しかし、これを、 六角氏は拒否してしまったんですよね。ええー、味方しとけばいいのにと思うんですけど何かね、思惑があったんでしょうかね。それでもね、三好の方が強いというふうにね、六角氏は思っていたのか分かりませんけど、これを拒否したんですね。こんだけね、ええー、いい待遇してくれるよって言ってたのに関わらず。それで信長は、しょうがなく、じゃあもう戦うしかないねっていうことで、軍勢を送ったんですね。もうドラマではね、最初から戦う気満々でしたけど、最初はこれで条件を出して説得するつもりがあったんですね。本来の事実よね。なんと。 6万の軍勢を率いて六角氏を襲います。6万すげえなだって、今川義元がね、信長戦うの,沖うの戦いの、桶狭間の戦いの時も、4万5千だとかね、言われて、うわ、すげえみたいな、めちゃめちゃ多いやんって話でしたけど、さらに多くなってるんですよ。ってなると、もうこの時点で信長ってめちゃめちゃすごい、ね、勢力とか軍事力持ってるんだな、とかわかりますね。まあ、なんと言っても、尾張、それから美濃そして北伊勢、三河、 4カ国から兵士をね、動員できてるので、まあ、かなりね、強いですよね。はい。えー、北伊勢はね、この美の平定した後に少し侵略して乗っ取ってまして、で、三河は徳川家康です。だからこの時ね、全然その、キリンのクールでは話に絡んで、 きてなかったけど、実は徳川家康もここで信長に協力してます。信長に自分のね、家来を送り、送って援軍を出してますね。はい。そして浅井長政ももちろんここに加わったと思います。軍勢ね、いくらか兵士を出して。なので、もう総勢6万という大軍勢でバー攻めていったわけですね。はい。それに対してね、六角氏は牢城戦をね、取るわけでございます。まあ、もしかしたら三好氏が助けに来てくれるかもしれないし、観音事情っていうね、この六角氏の メインのこのお城は難攻不落のすごい山の上に立ってる、なかなかね強い城なので、この観音寺城を主城として、和田山城、それから三つ栗城、この三つのお城で信長を迎え撃つというね、作戦を取りました。そこで信長はこういう作戦に出ました。一番手前にあった、ね、一番自分たちから一番近いところにあった城は和田山城なんですね。和田山城があって、そして主城の観音寺城があって、その後ろに三つ栗城っていう城があったんですね。まあ、当然、六角市側からしたら、 この和田山城に攻めてくるだろうなっていうことをね、えー、計算できるんですけども、信長はあえてこの和田山城と観音寺城をスルーして、一番遠くにある三國城を攻めるというね、作戦に出ました。はい。そこで活躍したのが、木下東吉を。 そして、佐久間信盛庭長秀ですね。え、のしにね、おだけでも重鎮になっていくね、武将たちでございますけども、彼らが大活躍して、三つくり城を落とすことに成功します。はい。この戦いはね、えー、他の大河ドラマですけど、利家と松なんかでもね、描かれてましたよね。藤吉郎がね、うわーいってですね、手柄を上げちゃってね、で、利家がなんで俺の言うこと聞かねえんだ、この野郎ってって喧嘩になるみたいなね、シーンもありましたけど、ここでね、昨日した藤吉郎大活躍とかね、ありました。で、三つくり城を落としてですね、 何一番遠くをね、まさかやられると思って攻撃されると思ってなかった三つくり城が落とされた。どうしようどうしようって六角氏はテンパっちゃってですね。そんなテンパってる間に、この一番前線にあった和田山城の兵士たちが逃げ出しちゃうんですよね。あかんっつって、信長さんすごいやん、ね。三つくり城一晩で落とされてますけども。うダメだ、逃げろつっ,って逃げちゃうんですね、和田山城。そして和田山城の兵士たちが逃げた結果、六角氏はどうしたかというと、あかんとなってですね、なんと六角城で、それからその息子の六角義治は夜中のうちに逃げちゃうんですよね。 だから、信長は、よし、じゃあ次は、三つくり城を落としたと。次は難攻不落のあの観音寺城だ。みんな気合い入れてけよ、行くぞって言って、ブワーって言ったらですね、シーンっててて、え、六角さんって誰もいないですかって。ああ、六角さんならもう、夜のうちに逃げちゃいました。って、え、逃げたのって。この難攻不落の観音事情、捨てて逃げたのって。ね、逃げちゃいました。ってですね。これでもうあっさり、織田軍は勝利して、 えー、六角氏を倒すことで成功しちゃったんですよね。だからあんだけ一瞬で戦い終わったんですよ。逃げちゃったんですよ。夜逃げしたってね、まさかの。ただね、これはですね、えー、まあ、六角氏にもそれなりのね、考えがあったのかもしれなくてですね。なんとこのね、えー、六角氏のこの観音事情南光浦部の観音事情を捨てるっていうのは、定番の作戦なんですよ。 もう意味わかんないんですけどね。だって、守るための城なのに城を捨てるっていう謎の作戦なんですけど、これはですね、応仁の乱が終わった後とかの戦いでですね、六角氏って何回も幕府軍に攻められてるんですよね。いろいろごたごた問題起こしちゃって、ね。あの、好き放題力あるから、好き放題やってて、あいつら調子乗りすぎやろ、六角氏、ちょっと潰すでって言って、幕府にバーン攻撃されるってことが、応仁の乱の後、何回かあるんですけど、その時も、毎回ですね、この観音事情を捨てて、 黄河ですね。あの、忍者でね、有名な黄河とも言いますけど、黄河の里に逃げて、そこで、ゲリラ戦を行って、敵をた倒すみたいなね、そういう戦法を取ってたんですよ。なんかツイッターとかではね、お家芸だなんてね、言われたりとかもしてましたけど、そういう観音事情を捨てて、ゲリラ戦で戦うっていうのが、六角氏の得意技だったんですね。はい。なので、まあ、それに習ってね、よしじゃあ、俺たちも、俺たちもご先祖様に習って、黄河でね、戦おうって思ったのかもしれません。でも、今回のこの信長の戦いっていうのは、 上落することが目的であって六角子を倒すことが目的なわけじゃないんですよね今まではその王に野良の後は六角子を滅ぼすぞっていう感じでバーって来るからこのゲリラ戦は 有効子だったんだけど、信長からしたらもう観音寺長がいなくなって、道が開いたら、あ、ありがとうございます。え、通るだけだから、もういいじゃんってなっちゃって、わざわざ甲賀まで六角寺を倒しに行く必要ないから、全然意味なかったんですよね。いや、何やってんのって感じなんだけど、これで信長たちは甲賀にね、逃げた六角寺をスルーして京都に入っちゃうということになるわけですね。まあ、それにしても、それにしてもね、あまりにも、あの、楽ちんに行き過ぎじゃないって感じなんですが、え、当時ね、この六角寺に従っていた、まあ、黒人衆ですよね。地元の、えー、地侍たちも、この六角城庭とヨシャルが逃げたのを見て、ああもう これも俺らも信長様に従います。って言ってまあっさりね。寝返っちゃってるんですね。はい、例えばあの有名なのね。蒲生氏悟ってね。後に信長に認められてえ、信長のね。娘と結婚するえ、娘婿になる人物ですけど、その蒲生家とかも元々はね。この六角に協力している黒人衆だったんだけど、信長がね来たことによって、じゃあこれから信長さんに従います。という風になってですね次々とみんな信長についていったというわけでございます。チャンネル登録よろしくお願いするでござる。 さあ、そして、信長と義明、無事に上洛することになりましたけども、キリンが来るではね、全く武装しないってね、今井聡樹と約束して、非武装の状態で、ね、京都に入っていったっていう演出がありましたけど、あれ一体どういうことなのあれ本当にあったのかってね、話なんですが、ちょっと僕もね、いろいろ本を読んでね、調べましたけど、まあ実際に、こう、非武装でね、入ったっていうことはないと思うんですが、まあそれに似たようなシチュエーションではえあったみたいです。はい。っていうのもですね、こう、信長と義明が上洛してくるので、もちろんね、三好とは、すごい大きい戦になるだろうってみんな思いますので、 京都は大パニック状態だったらしいです。人々は。やばい、怖いって信長さんが来るらしいですね、これも絶対戦争やんって京都燃えてしまいますやんってなって、もう大パニック状態だったらしいですね。あの、時通狂気っていう、その時の京都に住んでた奥義さんがね、書いた日記が、今も残ってるんですけど、そこにも書かれてるので、まあ本当にね、京都は大パニックだったんだと思います。はい。ただ、信長もですね、抜かりなくてですね、 もうこの時点で、えー、大町天皇とね、連絡を取ってるんですね。まぁ、あ、霧薬の,の中でも、ちょっと光秀を使ってね、ちょっと朝廷の意向を聞いてほしいみたいな話をしてましたけど、まあ、おそらくそんな感じで、大町天皇と連絡を取ってですね、天皇自身は信長のことを応援してるんですよ。応援メッセージ送ってるんですよね。もう信長さんのことをね、応援しちゃいますから。その代わり、京都でもう乱暴老石ね、働くのはやめてねってね。まあ、大体ね、どこのね、えー、戦でもね、こう、バーって兵士がね、敵の、 国を攻めたら、その後のね、村とかからね、こう物をぶんどったりね、女の子をね、誘拐したりとか、まあそういう乱取りっていうのはね、君が来るも描かれてましたけど、まあそういうのは当然あったわけですよ。でも、お願いだからそれしないでね、この大木町天皇、天皇的には、信長 OK、バックアップするから、その代わり悪いことは絶対しないでねっていうふうに、えー、念押しと応援メッセージを送ってたんですね。なので信長は分かりましたって言って、しかもね、この織田軍はね、しっかり統率がね、取れていたんでしょうね。実際に、 京都に入った信長の軍勢っていうのは、ちゃんと京都の治安持をして、乱暴老石は、もう起こらなかったのね。働かなかったっていうのが、え実際に記録に残っています。なので、この、京都に入ったけど、乱取りとかはせずにえ、平和に京都を治めたよっていうこの話を、ちょっと誇張させて、え非武装の状態で入京したっていう話に、麒麟が来るではしたのかもしれません。はい。実際にあんなね、鎧とか何も持たずに入るって、とかなり危険なんで、多分それはなかったと思うんですけど、ただね、そうやって、 えー、町の人たちを困らせるようなことはしなかったと。織田軍もなかなかすごいですね。あんなね、あの、いきり立ったね、ヤンキー集団みたいなね、前回僕も言いましたけど、でもちゃんとこの辺のね、統率は取れていた。これはね、信長の、えー、カリスマなのかなっていうふうにね、思いますね。しっかりしていましたよと。だってあの、今川義元のね、軍ですからね、ランドル起こしちゃってたぐらいですから、でも信長の軍のね、統率力すごいなというふうに思いました。はい。そして信長は京都に入った後、機内平定戦。これはね、切りアクるではもうちょっと描かれない、省略されちゃってるかもしれませんけども、三好三人衆との戦いをしていきます。 ここで、ようやく、出番が来るのが、柴田勝家です。はい。で、さっきのね、戦いでもね、観音寺の戦いとかでも、全然柴田勝家の名前出てこなかったし、以前話した、美の平定戦とかでも、全然柴田勝家の名前出てこなかったですね。柴田勝家は、織田軍の鬼柴田って言われて、めちゃめちゃ強かったとか言われてるんですが、結構、序盤の戦は参加してないんですよ。っていうのも、もともと柴田勝家って、信長の弟を信勝にね、仕えてましたよね。なので、 裏切り者っちゃ裏切り者なんですよ。一回信長を見限っちゃってるので、まあそういうね、後ろめたさもあったのか、信長的にもちょっとまだ信用できないっていう部分があったのか、柴田勝家はね、序盤の戦いでは使われてなかったんですが、この機内平定戦からもガンガン活躍していきます。はい。あとですね、この人も有名です。森吉成。これはあの、有名な森蘭丸って言いましたよね。信長がすごい可愛がっていたっていうね、故障のね、本能寺の変で一緒に死んじゃいますけど、その森蘭丸のお父さん。 ね、森吉成。彼らが大活躍してですね、三好三人衆はもうことごとく敗北します。めっちゃ城いっぱいあるんですよ。京都だけじゃなくて、京都の周りにある堺のとこだったりとか、えー、大和の方だったりとか、いろんなところに城を持ってるんだけど、この三好三人衆は。この柴田勝家森吉成を中心とした小田軍に、 ボコボコのボコスカに負けて、あっという間に機内を平定されてしまいます。まあ、三好がね、すごい力を持ってて、三好長吉の時すごかったですよね。あれだけ軍勢も兵力もあって、えー、権力もあったのに、なんでこんなあっさり信長にやられちゃってんのって思うと思うんですが、それはですね、やっぱりこの三好が一枚岩じゃなかったっていうところがでかいですよね。まずね、その担いでいた将軍の足利義秀が病気で死んでしまった。大義名分失ってます。で、さらに、この三好家の重鎮だった松永久秀と対立。 しちゃってるんですね。松永久秀と、三好三人主と戦ってますからね。この、信長京都に来るよっていう途中ぐらいで、えー、三好三人衆と松永久秀が戦って、あの、東大寺のね、奈良の大仏が燃えちゃったりとかしてますので、松永久秀とかなり激しい戦いを繰り広げてるっていうのが、えー、一つえ。さらに、三好家の当主だった三好義継いましたよね。そもそも英六の変を起こした、あの、三好義継が、 なぜか三好三人衆と反目しているっていうね。もうお前ら何やってんだって感じなんですけど、とにかくもうバラバラなんですよ。もう全てがもう空中分解してたみたいな状態だったんで、まあ敵ではなかったんでしょうね。小田家は本当に盗撮が取れてビシッとしてますからね。あっという間にやられてしまって、信長は見事、え、機内を平定したということになるわけです。ちょっと敵が弱かったかなと。はい。そして、この、え、機内を平定した後、松永久秀は信長に服従します。あのね、つくもなすっていうね、すごい可愛らしいね、えー、綺麗な、 あの、茶器をですね、信長に献上して、もうこれあげるんで、これから、あの、あなたに従いますね、これあげるんで許してください、みたいな感じで、ま、繋がりしたでは、信長に従います。そして、三好義継も、もう三好三人衆とかね、反目しちゃってるから、 あ、僕も、もうちょっと信長さん従いますわ、って言ってですね、味方になるんですよね。おいって。いや、そもそもお前らやんっていうね。松永久里の息子と三好義継。お前らが、永禄の辺を起こして足利義太を殺してんのに、どういう状況って感じなんですけど、信長許しちゃってるんですよね。ま、あでも、義明とかね、三秀からしたら多分ムカつくと思いますよ。お前らのせいじゃんって,言って。お前らのせいなのに何頭下げに来てんだよ。で、しかもね、三好義継は、え河、ー、内のね、守護。守護大名に認じられちゃってるんですよ。ちゃんとしちゃっかり役職をもらって。 全部、なんかすべてのさ、ことの始まり、お前のせいなのにって思うんだけど、なんでこいつらね、許されてんのかって感じするんですが、まあ、信長もね、まあ、いいじゃん、いいじゃんって感じだったんでしょうね。とりあえずもうね、え、吉秋さんの将軍について、で、俺がね、サポートする。もう、これで OK。もう、あとはね、え、もう、過去のことは恨みっこなしっていうだね、意外と信長もね、さっぱりした性格だったのかもしれませんよね。なんかこう、魔王とかさ、怖い信長のイメージだったら、絶対許さなさそうじゃん、こいつら。お前らもう、殺せんつってやってそうですけど、そういうことせずにね、ちゃんと許しちゃってるんですね。で、三好三人衆も、え、ここで負けてるんですけど、え、退散してですね。 いや、ちょっと、一回逃げるって言って、四国の方に逃げてですね、また、チャンス来たら、もう一回信長ぶっ潰すぞって言って、後にまたた上がってきます。で、六角氏もですね、それで甲賀に逃げたけど、あれ、信長たち行っちゃったみたいになっちゃったんですが、いや、まだ諦めねえぞって、観音寺を取り返すぞって言ってですね、えー、その甲賀の忍者たちと一緒に、ゲリラ戦をね、この後も続けていきます。 チク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 ね、信長にしつこくね、食い下がってくるんですね。だからとにかく、六角氏、三好氏はあっさりやられたけど、その後もしつこくしつこく信長に食い下がってきた武将だったちだということを覚えておくと面白いかもしれません。まあ、キリングクルでね、どこまで描かれるかわかりませんけど、実は あの、上落の間にはこういう戦いがありましたよというお話でございました。はい。次回はね、おそらく、本国寺の編。その、追いやられてしまったね、三好三人衆たちが、リベンジマッチやって言ってですね、え、明智光秀たちを戦う、えー、戦が多分描かれますので、そちらもね、ぜひ楽しみにしていてください。それでは、またお会いしましょう。さよならばじゃ